皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はホンダの ZR-V をご紹介していきたいと思います。このお車は先日公式発表がされたホンダの新型 SUV で、この日本離れした独創的で異彩を放つ雰囲気、とても気になりますよね。 SUV としての実用性、安心感はもちろんのこと、思わずハッと二度見したくなるような美しさや抜群な走りも兼ね備えているということなので、この注目度の高い ZR-V の内装外装を詳しく一緒に見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するトレードは EHEV-Z という最上級モデルとなります。全長4570mm、全幅1840mm、全高1620mm、燃費は WLTC モードで 22kg です。この ZR-V は同じ SUV のベゼルと CR-V のちょうど間に位置する、まさに売れ線モデルで、2リッターのエンジンでありながら6気筒 3000cc 相当のパワーも発揮でき、また燃費は 20kg 超えと、まさにこれこそ理想の SUV ですよね。新世代モデルということで、デザインも相当攻めた仕上がりになっていて、 SUV のタフ感と美しさを融合させたような、まさに次世代感が漂う素晴らしい作りになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この精悍さ漂う切れ長のヘッドライトに、垂直のバーで構成された微細なフロントグリルといい、とても強靭で威厳すらも感じる、そんなフロントマスクとなっています。この縦型のグリル、発表当初は SNS でも相当賛否が大きく分かれた話題のグリルで、実際私も今回初めて実車を見たんですが、グリル上部の傾斜がボディへとつながるようなデザインに仕上げられていたり、また正面から見ると一本一本縦のグリルが放射線状に、まるでグリルを軸にボディを生み出しているかのような芸術感が感じられ、これはぜひ実車を見てもらいたいなと感じました。そしてさらに細かく見ていくと、グリルを強調させるためにあえて切り離したヘッドライトは、目頭に一本の綺麗なラインを通すことでより凛々しく力強い瞳にデザインされたり、またバンパーのこの部分はダミーではなく、しっかり空力を考慮したエアカーテンの役割を担っているなど、造形美の中に機能性もしっかりあるこだわりのデザインとなっています。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト付きのフル LED 仕様となっています。ウインカーも L 字の流れるウインカーが採用され、長さもしっかりあるので視認性、存在感ともにかなり良さそうです。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、ロングノーズにクーペライクなフォルム、大型アルミホイールといい、とても SUV らしく美しさを感じる、そんなデザインとなっています。窓の上側やピラー類は全てグロスブラック塗装が施され、タフ感よりも美しさを表現するためにフェンダー周りは全てボディ同色に仕上げるなど、高級感も感じられます。またあえてサイドにメッキを一切使っていないこともおしゃれなポイントになっていると思っていて、鍵穴さえも一切見えなくするこだわりに、厚みのあるロングノーズに丸みのあるフォルムで見せるデザインセンス、本当に新しくて美しいなと感じました。タイヤは18インチです。このツヤのあるブラックに切削されたホイールデザイン、すごくかっこいいですよね。給油口は左側についていて、押すと開くタイプとなっています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、安定感のある台形フォルムに少しブラックがかったリアコンビネーションといい、力強さと美しさを同時に感じるかっこいいリアデザインとなっています。この2本出しのマフラー、実はこれダミーではなく、しっかり両方ともマフラーが通っているデザインに仕上げられ、唯一メッキ加色を施すことで存在感も感じ、これはすごく決まってますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、こちらも全てフル LED 仕様となっています。ライトのデザインもまるで輸入車を彷彿とさせるようなおしゃれでモダンな雰囲気に仕上げられていて、内側から外側にかけて徐々に大きく発光することで立体感も生まれ、これはかなり存在感を感じそうです。それでは
次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、ブラックを基調としたスポーツテイストでありながらグラマラスな色気も感じる、そんなデザインとなっています。今回のこの ZR-V は外装の美しさもそうですが、内装のエレガントさやシックで大人っぽい造形のデザインも魅力の一つで、これから詳しくご紹介しますが、まるで室内がアート空間のような魅力すらも感じる素晴らしい作りになっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には9インチのホンダコネクトナビがついています。このナビを包むかのように助手席側まで厚みのあるソフトパッドが広がり、ただ上質感を演出するだけではなく、このようにナビの操作の時には指が浮けるようなとても親切な作りになっています。その下にはハザードボタンと、その延長線上には横一文字のエアコンの吹き出し口が備わり、新型シビックからこのタイプが採用されていますが、すごくスタイリッシュでかっこいいですよね。そしてこのつまみ部分はなんと ZR-V 専用設計になっていて、ワイドで重厚感のある持ち手に左側に倒せば風をシャットアウトしてくれるなど、美しさの中に機能性も兼ね備えたデザインは本当よく考えられていますよね。その下には薄型のエアコンの操作パネルが備わり、左右独立して温度設定もでき、中央のダイヤルで風量の調整をすることもできます。もちろん運転席助手席ともにそれぞれ3段階のシートヒーターも備わり、ステアリングヒーターはというと、なんとハンドルの下側に設定させていて、これは分かりやすくてすごくいい場所だなと感じました。ここにはアクセサリーソケットと深さのあるワイヤレス充電器、その後ろには爪付きのドリンクホルダーが備わり、ここにたっぷりとしたニーパッドが装備されているのは長時間の運転の時にすごくありがたいですし、視覚的にもいい車に乗っているということが感じられそうだなと思いました。そしてさらにその後方にはハイデッキタイプのおしゃれなセンターコンソールとつながり、シフトはボタン式でさらに上質に仕上げられ、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。さらにこのキューッと綺麗に絞り込まれた部分にはドライブモードの切り替えスイッチが備わり、ホンダの SUV 初採用となるスノーモードが備わり、全部で4種類のスポーツ、ノーマル、エコ、スノーと様々な走りを選択することができます。そしてここにはヒルディセントコントロール、電動パーキングブレーキにオートホールドも備わり、ブレーキオートホールドはベゼル同様メモリー機能付きになっていて、一度押すとエンジンを切っても記憶してくれるので、これは地味にありがたいなと感じました。またこのくびれが綺麗なウエストラインの下側はなんと物が置ける滑り止め付きのトレーになっていて、両サイドにはタイプ A とタイプ C それぞれの USB も備わり、美しさだけでなくしっかり実用性も兼ね備えている部分は本当惚れ惚れしちゃいますよね。そしてこのセンターコンソール、デザインだけでなくなんでこんなにグラマラスに感じるかというと、皆さんよーく見てほしいんですが、なんとこのソフトパッドはガラスパールというガラスの粉末の塗装を混ぜた特別なカラーで仕上げられていて、光によって落ち着いた上品な輝きを見せてくれて、これはもう美しいのも納得ですよね。もちろんその奥には大型のアームレストも備わり、中は収納空間になっていて、深さも幅も十分にあるので、これはすごく重宝しそうだなと感じました。それでは次にシートを見ていきましょう。今回の ZR-V は PHEV のお車のみブラックかマルーンという内装色どちらかを選択することができるのですが、今回のお車はブラック内装ということで、ブラックのキルティング加工が施されたおしゃれな本革シートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、気持ちいい硬めで弾力性もあり、すごく快適な印象です。シート調整は運転席助手席ともにそれぞれ電動で調整することができ、アイポイントも高く見切りもすごくいいので、これはとても安心して運転ができそうだなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グ
リップも太くできているので、とても操作性は良さそうです。ハンドルの左側でオーディオ関係の操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げ、前後を上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の右側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは 10.2 インチの大型液晶メーターとなっていて、タコメーターとスピードメーター、そしてその中に情報が表示されるタイプで、シンプルな分操作がしやすいなと感じました。パドルシフトももちろん装備され、見た目のいいメタル製が採用されたんですが、樹脂製よりも金属の方が強度が高いという特性を生かすことで、通常よりも薄く長く作ることができたそうで、手指が小さい女性などパドルを使いたいけど使いにくいなと感じていた方などにも配慮したサイズ感のアップは、なんだかすごく胸が打たれるものを感じました。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、ほとんどの部分がソフトパッド、2名分のシートメモリー、メッキラインに、その下にはなんとアンビエントライトが標準装備されるなど、おしゃれで高級感が漂う、そんな作りとなっています。この肘置き部分はセンターコンソールと統一感を持たせるように共通デザインとなっていて、またこの立体感のある波模様はホンダ初採用のデジタル造形型のデザインだそうで、傷が目立ちにくいというメリットもありますが、ドア全体の美しさがさらに際立ち、これは素敵なデザインだなと感じました。ドアを閉めた音はこのようになっています。運転席右側にはエアコンの吹き出し口、 ETC の車載機、その下にはパワーテールゲートの開閉スイッチがついています。足元にはステンレス製のスポーツペダルも装備され、またこの車には BOSE のプレミアムサウンドシステムが標準装備されるなど、気持ちよく走らせてくれるという要素は本当これは相当人気が高まるのではないかなと個人的に思いました。またフロント上部にはフレームレスのおしゃれなミラー、サングラスホルダー、 LED のルームランプが備わり、中央には SOS のコールボタンなどもついています。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明が備わり、グローブボックスはゆっくり開くおしゃれなタイプとなっています。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。まずドア内側ですが、前の席同様全く遜色のないおしゃれで高級感を感じるデザインとなっています。個人的にはアンビエントライトが後席までしっかり装備されているのがポイントが高く、シートも前の席同様キルティング加工の施された本革シートが採用されるなど、ほんとこの質感はすごすぎますよね。シートに座った感じもとてもよく、足元空間、頭上空間ともに十分にあり、これはすごく快適です。シート中央にはドリンクホルダー付きのアームレストも備わり、ここにはリクライニング機構もと言いたかったんですが、今回の ZR-V にはリクライニング自体設定がなく、セダンのような自然と上半身を預けられるほどの快適な空間というのを目標に開発がされたそうで、角度も程よく厚みもあるので、これなら長時間でも快適に移動できそうです。そしてここにはエアコンの吹き出し口と USB が2口、天井には静電タッチ式のおしゃれなルームランプが備わり、見た目もスタイリッシュで、触れるだけでパッと LED がつくのは素敵だなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはボタンでもキックセンサーでもどちらでも自動で開けることができるようになっています。室内はこのような感じで、車角以上に広々と感じるとても広い荷室空間となっています。ここにはサブウーファー、コンビニフック、アクセサリーソケット、 LED 照明が備わり、先ほどご紹介したホンダ初採用のデジタル造形のデザインも至る所に採用されています。ボードの下にはちょっとした小物が置けそうな収納ボックスもついていて、ここにはパワーテールゲートの予約クローズ機能もついているので、ここを押してから車を離れるだけで自動でロックされるので、荷物が多い時などにすごく重宝しそうですよね。そしてさらに密室空間を拡大したい時には、
ここのレバーで鉱石を簡単に倒すこともでき、このようにフルフラットの広い空間を作ることもできます。実際に車中泊ができるか横になってみましたが、十分な広さだったので、これなら車中泊もできるんじゃないかなと思いました。また少し驚いたんですが、なんとラゲッジには LED 照明が全部で6つも備わっていて、それぞれの場所に最適な光量でおしゃれに灯してくれるという優しさは、本当最後まで美的センスが光っているなと感じました。いかがでしたか？本日はホンダの ZR-V をご紹介しましたが、グランドコンセプトにもなっている異彩開放という今までの SUV とはまた違ったデザインテイストに、高級感や色気もあり、人に自慢したくなるような室内空間に、まさに新時代 SUV にふさわしい素晴らしいお車でしたよね。今回はお時間の関係で試乗動画が撮れなかったのですが、走りも運転が楽しいと思えるような、思いのままにパワフルで力強さも感じることができ、美しくてかっこいい、そして最高の走りも楽しめるこの ZR-V は、これからますます人気を集めそうな、そんな一台だなと感じました。実際に ZR-V を試乗された方の感想や、また動画の感想など、ぜひぜひコメント欄に書いていってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンも押していただけますと、動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。